漫画は漫画として読め。なんでアニメにするのか。どうしたんですか、いきなり。何を言い出すんだ。動く必要のない会話劇の、しかもほぼ楽屋しか出てこない漫画をなぜアニメにする必要があるのか。まあ言われてみれば確かに、とガンちゃんは言っています。な、何？あ、マリナさん、せっかく皆さん頑張って必要もないのに必死に細かく動かしてるのに。企画倒れだなんて言い過ぎですよ、ガンちゃん。私は何も言ってない。だいたいお前たちだって納得しかけてたじゃないか。アニメになってもガンちゃんだけ動きませんように。こらー。まあとにかく漫画より客が多いことには違いないよ。そのうちほとんどがフリーのお客さんですけどね。買わない客はただの客で。でも見られてるって思うだけでも緊張する。バカ、相談通りやればいいんだよ。このアニメは、女の子の可愛さをお楽しみいただくため、邪魔にならない程度の差し障りのない会話をお楽しみいただく番組です。でも、普段通りって結構難しいよね。みんな普段何してる？つまんねえこと聞くなよ！買い物とか？本読んだり、ネットしたり。寝たり？それ、普段してることになる？まあ、なるだろうな。寝るのは大事だしな。じゃあ普段食べたり飲んだりしてる？あるね、あるある。息したり？あるね、あるある。寝たんだり、そねんだり？あるね、あるはねえよ。もっと前向きに生きようよ。生きる。普段してることって言ったら生きる。大雑把すぎるだろ。でも基本的には結局食べることと寝ること、あとは、あとは話すだろうね。だから話しかだけに、クーネル話す。ねえみんな、普段何食べてる？つまんねえこと聞くなよ！普段のこと話せば、普段通りになるかと。普段から食べるって言えば、牛丼かな。牛丼って、どこの牛丼？やめようよ、どこが好きだとか言うのはさ。めんどくさいことになりかねないし。でも、特定して宣伝すれば、タダで食べられるかもよ。それがめんどくさいって言うんだよ。牛丼、最初は入りにくかったなぁ。え？なんで？男の人が多いし、
おしゃれすぎても構わなすぎてもいけないし、目立たないように浮かないようにって。ああ、微妙な TPO がある感じ？んなもん好きな格好で行けばいいんだよ。普段着でいいよ、普段着で。話し残しおってすまないけど、みんなにパーティーの招待状が来てるよ。招待状？ごしおってないじゃない。ん？ほら、ここ。普段着でお越しください。普段着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 ってどれくらいの普段着？普段着って難しいよね。普段着でお越しくださいって言われて、本当に普段着で言っていいわけじゃない！その一文を鵜呑みにして、どれだけの漫画家が恥をかいたことか！確かに、マリーさんの普段着、ジャージだものね。さすがにジャージは失礼だよ。なんで私が普段ジャージ着てることになってんだ！でも、本当に世の中のみんなが、普段着てる格好でパーティーに行ったら、コスプレパーティーになるんじゃない？学生は普段制服だし、仕事してる人は普段それぞれの仕事着だろうし。確かに一番長く着てる服ってそれだよね。つまりパーティーに普段着でお越しくださいってのはコスプレパーティーの隠語かい？なんかいやらしいな。おい、いや違うと思う。だいたいそんなにバラエティに富んだ職業や人脈のある人そうなるでしょう。普段着って仕事着ではないだろうし。じゃあ私服？私服だと日によって違うけど。普段着って言うなら毎日決まって着てるものの方がいいんじゃないの？それだ！だと日によって違うけど。普段着って言うなら毎日決まって着てるものの方がいいんじゃないの？それだ！お、おう。パジャマが普段着なの？仕事以外で一番長く着てるのはパジャマでしょ。ああ、確かに。それに中国だとパジャマで出歩くのがオシャレだってテレビでやってた。どういうこと？繁華街の近所に住んでるっていう都会人アピールみたい。なあ、でもオリンピックきっかけでマナー違反だからって禁止になったらしいよ。とにかくパジャマこそキングオブ普段着だよ。つまりパーティーに普段着でお越しくださいってのはパジャマパーティー開催の隠語ってことかい？なんかいやらしいな。おい、いやそれもちょっと違うし。本当にパジャマ？本当に寝ているときはパジャマですか？決まってるだろ、寝るときはパジャマだよ。私聞いた。私は寝るときはすっぽんぽんだよ。つまりマリーさんの普段着は全然によって違うけど。普段着って言うなら毎日決まって着てるものの方がいいんじゃないの？それだ！お、おう。パジャマが普段着なの？仕事以外で一番長く着てるのはパジャマでしょ。ああ、確かに。それに中国だとパジャマで出歩くのがオシャレだってテレビでやってた。どういうこと？繁華街の近所に住んでるっていう都会人アピールみたい。なあ、でもオリンピックきっかけでマナー違反だからって禁止になったらしいよ。とにかくパジャマこそキングオブ普段着だよ。つまりパーティーに普段着でお越しくださいってのはパジャマパーティー開催の隠語ってことかい？なんかいやらしいな。おい、いやそれもちょっと違うし。本当にパジャマ？え、本当に寝ているときはパジャマですか？決まってるだろ、寝るときはパジャマだよ。私聞いた。私は寝るときはすっぽんぽんだよ。つまりマリーさんの普段着は全然いいじゃねえし。じゃああれかい、パーティーに普段着でお越しくださいってのは全裸パーティー開催の隠語ってことかい？いやらしいな。おい、いやらしいってレベルじゃないから。とりあえずマリーさんをひんむいて全裸もとり普段着にするか。いや、我慢して。決して視聴率のためではないの。決して売り上げのためでは。何すんだよ。なんだその新手のエロスは。初回にして新方向ね。なんかこれ行くだけでエッチです。本当に特に後ろの状況が変わるわけでもないのに。やめろよお前ら。なんか恥ずかしめ受けてるみたいだろ。いやもう十分受けているんだけど。全裸が普段着なんてアパッタ9軍みたい。あれはユニフォームだろ。っていうかこのネタ誰もわかんねえだろ。一
段着なんてアパッタッ。